グローカルクロストーク、イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーはグローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日はクリエイティブ三姉妹にお越しをいただきました。よろしくお願いします。お願いします。急に言われてびっくり僕の中では3人はクリエイティブ三姉妹って勝手に呼んでてそうなんだそう思ってたっていう話なんですけれど、今日はなのでこれまでプランナーのメンバーとかコンサルタントのメンバーとか結構クロストークね出てもらう機会多かったですけど、クリエイターってどんなことをしてるのかみたいな部分ちょっとお話いろいろ聞いていければなというふうに思ってます。お二人はもう何回か出てるよね。あやしは何回？私2回もう出たよね。3回目。3回目ですね。くまちゃんは R1 組で出てるよね。はい、2回目です。そうだよね。初めてですよね、大崎さん。毎回言われたときになんか忙しくて断った。お呼びが全くか。久々に。まあそうですね。裏話、撮影裏話、キャスティングのね裏話ですけれど。じゃあちょっと軽く自己紹介をじゃあ長女から。はい。長女です。クリエイターの大崎です。普段はチラシなどの紙媒体やLP みたいなこのウェブの制作を行っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次女。あ、次女、そういう子じゃなかった。はい、クリエイターの熊田愛菜です。担当してるのはアニメーション動画を制作してます。はい、以上です。そうだね、映像系のね、映像系です。たまに普通の実写動画の編集もしてます。はい、はい、成功。年齢的には次女。あ、次女は。はい。クリエイターの上野彩です。私は主に紙媒体、チラシとか作ってて、でも最近そのウェブ系 LP っていうのでランディングページとかの制作とかも増えてきた。勉強中のクリエイターです。お願いします。はい、ありがとうございます。まあなのでこうなんていうんですか、いわゆるグラフィックデザインとかを中心に手掛けているクリエイティブチームの皆さんです。あとね、本当は今日も出演してもらう予定だったんですけど、清水さんっていうね、リーダーがいてリーダー不在なんですけど、はい、で、4人でチームでこう仕事をやっているっていうような感じですね。はい、はい、デザインとかそのクリエイティブとかでこうなんだろう、大崎さんがまあそのキャリアとしては一番あるわけじゃないですか。はい、こうもう結構入社割と初めの方からずっとクリエイティブとかに携わってきてました。そうですね、入社して最初はホームページのディレクションをやっていて、それが一番長くて9年とか分かんないけど5、6年ぐらいやっていて、でそこからデザインの方を始めて。デザイン始めて多分3年、4年ぐらいだと思うんですけど、ちょっと年がバレそうで嫌なんですけどそんな感じ。そんな感じですね。で、2人は入社当初はそういうデザインとかではなくて、プランナーというかね、営業の仕事をしながらちょっとこうその専門性を深めていく中で、林はもうずっとそこプランナーの次にクリエイティブっていう感じだった。そうですね。そうだよね。そうだよね。熊田ちゃんはそういうわけでもなく、結構いろんなことをやってて。そうですね。プランナーからそのコンサルタントまでリサーチのアシスタントをしてて。そうです。マーケティングリサーチのアシスタントとか。今もリサーチとその制作の日本柱でやってるんですけど、クリエイターとして本格的に制作物に携わり始めたのは去年。です。で、去年映像の編集みたいなのに入って、今年の4月からアニメーションをやり始めたっていう感じです。なるほどね、そうですね。結構みんなそのデザインとかをもう専門学校とかでこうすごい学んできたっていうよりは、結構うちに入って、まあ愛知はね造形大だったりはするけれど、でもそういうことを学んできたわけじゃないでしょ。まあそうですね、建築とかでしょ。建築でけど、まあソフまあそれはね、それはあるだろうけどっていう感じだよね。だからこうそういう意味でうちに入ってこうマーケティングのことを学びながらそういう制作、それをこうクリエイティブとしてこうどう表現していくかみたいなところをこう培ってこられたわけだと思うんですけど、でもなんだろう、こうクリエイティブ楽しいですか？うんどの辺が楽しいですか？ああ、でもそうですね、私でももともとそういう制作、紙ツールとかチラシとかそういうのがもともと好きで、印刷媒体みたいな、可愛いものとか好きですよね。あ、そうそう、可愛いのが好き可愛いありがとうで、それですごいそういうのに興味があって、でうちでそのホームページとかそういう紙ツールとか作れるよっていう話を聞いて入社したのもあるんですよ、経緯。なるほど、なるほど。入社経緯にも結構なってたんですね。あ、そうです、そうです。だからデザイナーをやりたいなみたいなことをなんかさーっと今井さんにこうコツコツとそういうの言ってて、それがオープンに言っていたのにそれが実際に身になって今ね、仕事になってるので、すごいラッキーと思って。そうですね、そうですね。あやしはどうなの、その辺は？私もやりたいなと思って、そういうのはやりたいなと思って入りました。そうだよね。でその頃にはもう大崎さんも結構そのクリエイティブとかやってて、ちょっとずつそういう専門部隊みたいなことがなってたタイミングだったのね。熊田ちゃんもさ、そういう意味で言うとさ、もう完全うち入ってからでしょ？最初は本当にリサーチに、その市場調査に興味が入ったので、でそこから途中でそれをしながらなんかやりたいことないってその当時の部長が言ってくださった時に、その映像系の方のクリエイティブ興味がありますって言ったら、やってみなってやらせてくれて、そこからまあ映像編集で、リーダーが写真撮影と映像編集してるじゃないですか、プロじゃないですか。でその中ででもなんかこう自分の中で別の非デザできるクリエイティブの技術が欲しいなと思ってアニメーションを勉強してしまった。でそれをなんででもそういう映像とかやってみたいなって思ったのは、多分社内の人はご存知だと思うんですけど、やっぱり漫画とかアニメが好きなので、大好きだもんね。大好きなので、そのこう20何年間培ったその映像の好きなシーンとかそういうのとかを、あそこまでない実際のアニメーションとかではないんですけど、まあそういう自分でなんか設定して映像を動かすっていうのに興味があって、できるならやりたいみたいな。なるほどね、そうかそうか。でも好きこそものの上手なれじゃないけどね、好きだから没頭できたりいいものができたりね、まあ作品というか、あくまでお客様に提供するものだからあれだけれどっていうのはあるかもね。で2人ともそうなんじゃないですか。だからやっぱデザインとか好きだし、その可愛いものが好きとかそういうのがあったりするっていうのは多分根っことしてありますよね。大崎さんとご飯とか食べに行くと、ご飯屋さんのポップそのメニュー表とか見て、なんでこれ明朝とゴシックが混在してるんだろうとかってやっぱり言ってまあそれは俺も気にはなるんだけど、でもやっぱあ、気になるんだなとか。それもあるけど、それ大志くんが最初に振ってくるんだよね。これとか気になりますとか言われる。いや、これはちょっと違うよねみたいな話はするけど。でもそういうところにいろんなこう気づきというかね、そういうのもっとこうしたら売れるのになじゃないけれど、もっとこうしたらいいのになとかはやっぱあるんでしょうね。なんかそういう意味で参考にしてるものとかあるんですか？普段からやっぱりそのよく家に届くチラシとか見ちゃうとか。ああ、でも確かに見たり、あとメイドさんもそうだと思うんですけど、ピンタレスト、はいはいはい、あれで結構おしゃれなやつを見て、こうやって見てみたいなとか思って。日頃から見る？日頃からは見ない。なんか作るときにめちゃめちゃ見ます。めちゃめちゃ見る。めちゃくちゃ見ます。教えとして、あさこさんというもう一人のクリエイターの方からの教えとして、あれは無料の先生っていう、ピンタレストは先生って言ってて、まさになるほどと思って、それ以降マジずっと見てる。熊田ちゃんは逆にそういう映像系でなんか参考にしたりとか、やっぱ CM とか気になったりするの？あ、でもそのアニメーションやり始めてからはアニメーションの CM とか目にしたし、映画もすごい行くんですけど、映画館の上映前の予告とかですね、イオンとかの空調の説明とか、あれってあれをそのソフト、自分が使ってるソフトで作るとき、これをこうやって入れてああやってやってんだろうなとか言いながら見たり、なんかそれこそ全然関係ないですけど、なんかの作品とかで PV が出たときとかに、なんかちょっとここ気に食わないっていうのとかは、こうやったらいいのにっていうのとかはあります。なるほどね、そういうのがあるんだね。参考にしながら、なんかそのコンサルタントとかプランナーとかとは違うこう、柱の立て、アンテナの立て方というか、ね、張り方というかあるのかなという感じはするけれど、うん、なるほど。そんな風にでも世の中のクリエイターたちはアンテナ張ったりしてるんでしょうね。なんか今後手がけてみたいものとかってあります？なんかこういう大きなものに取り組んでみたいとか、どういう系の映像を作ってみたいとか、今度は撮りたいんだとか、その自分でねとか、なんか今やってる案件じゃないけれど、こういうクリエイティブに携わっていきたいみたいな、その紙は紙でもパンフレットとかチラシとかじゃなくてみたいなのって何かあったりします？私パッケージを作って、パッケージデザインね。じゃあなんかメーカーさんつながり多いですしね、うちは。はい、ぜひ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 。それはなんでなんですか？やっぱり私結構パケ買いするんですよ。なるほど。自身がね、消費者として。そうそうそう。だからそういうの作ってみたいなというのがあって。なるほど。熊田ちゃんは？なんだろう。なんかでも別のお客様の案件で、その撮影したり動画を組むのはその別のクリエイターなんですけど、その一番最初の動画の構成を私が組んだ案件があって、それがなんか、映像になった時にすごい嬉しかったので、すごい構成の部分もできるようになったら、ディレクションというかね、なんかここのシーンはこう映ってっていうの、アニメーションじゃなくて実写の方のイメージできるようになったりとか、あとはやっぱアニメーションをもっといろいろ作りたいのはあるんですけど、もっとなんかポップなアニメーションとか、なんか紹介アニメーションとかも興味あります。なるほどね。あやしは？私作字ってのが好きで、作字、そうです。例えば星っていう漢字に星のモチーフを入れて、なるほど、はい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 。星って読めるけど星って漢字じゃないみたいなイラストが、火がこう星型になってるみたいなね。そういう作字がすごく好きで、それを元になんかロゴとか作りたい。なるほどね。そうか。みんなじゃあそれぞれこう野望があるわけですね。今後はこういうものを手がけていきたいみたいな、そういうね。でも普段クリエイティブ作るときに意識してることとかって何かあったでしょうか？あやし、なんかある？私は結構やっぱターゲットのことを考えて、文字の大きさだとか、その文字フォントのとかを意識してますね。あと色味とかも。なるほどね。ターゲット意識結構してます。なるほどね。それこそやっぱりこうただかっこいいもの、かわいいものを作るじゃなくて、ね、あくまでこうマーケティングツールとして活用していくっていうところがやっぱそこ根っこにあるのかな。はい。なるほどね。なんかあります？私はその分かりやすさの追求はあります。なんか別になんですね、見やすさ。私やっぱめちゃくちゃ A 型で。その皆さん誤字脱字とか許せないとか、報告書とかもこうなんか図は揃ってたりとかあるんですけど、高越だもんね。そこリアル高越があるだもんね。なんかそのこの画面ワンシーンでその言ってるナレーションをナレーションのまんまじゃなくて、なんかこうナレーションで言ってることを映像でより分かりやすくするために、そのこの素材をこう置くとか、こういう映像の形にするとか。そういうのパッて見たときに分かりやすいようになるのを心がけて。なるほど。それこそでもあやしとも共通する部分でね、やっぱりこう読み手、こう見る人、視聴者にとって分かりやすいみたいなところはあるよね。大崎さんはどうですか、その辺。私も2人の意見に賛同なんですけれどでも私もなんかバランスみたいなのを結構意識していて、はいはい、まあ、余白だったり、あとその上野さんが言ってくれたみたいに見やすい文字のサイズとか、うんうん、あとそのいつも作ってる時は結構集中して視野が狭くなっちゃうんですけど、作った後にちょっと遠くから見てみてバランス取れてるかなとか、バックにしたりしますかね。なるほどね。ちょっと綺麗に見えるかなみたいな。そうか。それぞれやっぱ気にするポイント、お互いにレビューし合ったりとか結構するもんですか？ああ。クリエイターのチャットみたいなところがあって、うん、そこでこのロゴどれがいいと思うみたいな、うん、とか、その辺結構社内でもねあったりするよね、うん、結構こうクリエイティブのメンバーから4話作ったんだけどみんな直感でどれがいいみたいなとかあったりして、うん、社内リサーチ結構いいよ、結構使えるよね、うん、すぐ皆さん回答してくださいね本当にいやでもそういうことをしながら、こういわゆるこうマーケティング戦略を作るとかそういう部分だけではなくて、こうクリエイティブの力でこう売り上げアップ実現していくっていうところで携わってもらってるっていう感じですね。はい、はい、じゃあ代表してちょっと大崎さんからこう、まあ、グローカルマーケティングにこうご興味をお持ちいただいている方にご視聴いただいているわけですけれど。はい、こんなあなたと一緒に働きたいっていう人、それはこうどういう切り口でもいいですそうですね、そうですね、まあ、クリエイティブチームというメンバー視点でやっていただく感じでいいですかね。どうぞどうぞ、もちろん。結構そのグローカルマーケティングでは結構クリエイティブなツールを作ったりだとか、あとまあ実際にそのお客様にプランナーの方が提案するときも結構想像力というかクリエイティブな視点でいろいろ考えられたり戦略を練られてると思うので、クリエイティブ大好きっていう方を募集しています。はい、ありがとうございます。笑ってる妹たち笑ってるから代弁してくれたっていうことだと思います。ありがとうございます。今日はちょっといつもと違う、完全にいつもと違う雰囲気で、ほんわかした雰囲気でクロストークをお送りしましたが、こんな感じもたまにはいいのかなというふうに思っております。ぜひ、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。